得意のオアシトリ君がゲームスタートした瞬間っていうのは、少年が寝てるところから、そこからある洞窟で目覚めるところからスタートするんですけど、それがなぜそこで寝てるのかっていうものこと自体は、ゲームをプレイしていくことで理解できるというか分かることなので、そこはあまり説明せずに実際プレイしてもらって楽しんでもらった方がいいと思います。ゲームの要素としては、パズルと、戦闘と探索っていうのがあるんですけど、ちょっと難しいんですけど、バランスをあえてこうバランスを均等に取らないようにしてますね。均等に取らない、全体を通してみると均等なんですけど、それが予測できるような形で、次戦闘、次パズル、次探索みたいな形で来ないように、プレイヤーに意外性を感じてほしいっていうのがあって、そのプレイヤーの予測を裏切るような形で仕込めないかなっていうバランスで考えてますね。基本的には一つの解決策で作ってます。で、ただ一つしかないっていうふうに感じさせないようには気をつけてますね。いろんな選択肢が差もあるように感じさせてなんだけど、実は一つの選択肢しかないっていうのが、多分ゲームバランスとかレベルデザインとして優れてるということだと思うので、トリコというキャラクター自体もそうですし、環境がプレイヤーのために存在してる、プレイヤーの都合のいい状況に存在してるんじゃなくて、もともとそこの世界が存在してるというリアリティが、なんですかね、僕が作りたいゲームにとって一番大事なことなんですよね。そうですね、そのあたりはまだ詳しくお話しできないんですけど、そうですね、さほど重要でないっていうとちょっと語弊があるんですけど、トリコの強さを盛り上げるための戦闘っていうのは存在してます。例えるなら以降の戦闘と同じイメージというか狙いですかね。戦闘そのものが快感で楽しいというよりは、戦闘があることによってトリコの偉大さであるとか、トリコの強さが引き立つための戦闘が存在しているという、イメージですかね。そうですね、スタミナメーター、ワンダと巨像の時には、存在してた腕力を示すスタミナメーターは、今回は今のところない予定ですね。でそれは先ほども言ってたように、できるだけ多くの人にプレイしてほしいっていうものがあって、メーターがなくても、ゲーム内容が今回大きく違うっていうのもあるんですけど、メーターがなくてもしっかり手に汗握るというか、しっかり捕まっていたいと思うような環境を作り出せてるんじゃないかなと思うので、 あえて今回は外そうと思ってますね。これまで表に出てきている映像で映っているところっていうのは同じ場所ではあるんですけど、遺跡ではあるんですけど、その遺跡の中には、水が潤沢にある場所があったり、高い場所であったり、風が強く吹いている場所であったり、敵がいる場所であったり、いろんなバリエーションがあるんですね。でゲームプレイとしてはそこだけですかね。でそれ以外の世界っても確かに存在はしてるんですけど、少年が住んでたって言われてるとか、少年が住んでた村であるとか、そういったものは存在はしてるんですけど、直接そこでゲームプレイを行うっていうわけではなくて、ゲームプレイヤーが冒険するのはその遺跡の部分だけですね。これまでもイコやワンダと巨像もそうであったように、いろんな、キャラクターまでは出てこないですけど、遺跡の意味であったり、そこに存在しているものの意味っていうのはあえて説明してこなかったっていうのがあるので、それに今回も即して、そのあたりはお客さんの想像に委ねるっていうスタンスで作ってるんですよね。